横田海という人ですね。いや彼お世話になってね、本当にいろんなランダムに果たしていただいた、今彼のおかげと言っても過言ではないと思ってます。で、終わりですね。あ、純也くんです。今日ヘルプに入ってもらいました。ありがとう、純也。楽しかったね。みたいな話してたんですけど、なんかとんがり練習の時にとんがりのこと思い出しても愚痴しか出てこんわみたいな私が言ったんですけど、でもなんか今日でも見てて、なんかいやでもやっぱりいいなってなんかやりましたね。今までのこと思い出してて、なんかもっとああしとけばよかったなとか、もっと後輩可愛がってあげたらよかったなみたいな、あのすごいみんなのこと可愛いと思ってるんですけど、あんまり関われんかったかなみたいな後悔しつつ、でもトンガリボースに入ったことは後悔してません。はい、あと2曲やって私たちはもう終わりですが、ありがとうございました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。友中お世話になりました。ありがとう。リコピンも1回校の時に拾ってくれてありがとう。みんな言ったかな、これで。高いドイツに届け。ありがとう。ありがとう。よし、あと2曲やって帰ります。ダメか。君が愛しくて